はい、ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は山本周五郎作ヘチマの木です。この作品ヘチマの木は昭和41年1966年小説新潮3月号に掲載されました。下町物です。新潮文庫のシリーズでは小さこべというタイトルの短編集の中に収録されています。旗本の三男である池原宇佐次郎は小さな飲み屋沢茂で木内王国と出会い意気投合し、木内の働く瓦版屋に勤めることになります。しかし実際に勤めてみると前の話とはだいぶ違っていました。それでは本文をどうぞ。山本周五郎作ヘチマの木第一章。宇佐次郎が腰をかけた時、すぐ向こうにいたその男はアジの塩焼きを食べながら酒を飲んでいた。宇佐次郎は酒を注文し、魚はいらないと言った。膨れたような顔の小女は軽蔑したような声で、酒一本、魚はいらないとさ、と当てつけがましい声で怒鳴った。宇佐次郎は慣れているらしく、知らん顔をしてい、その男はちょっとこっちを見た後、骨までしゃぶった塩焼きの皿を押しやり、芋汁をくれ、と言った。その沢茂という店は小さかった。客が10人も入れるかどうか。まだ木口は新しいが、全体にひどく気取った作りになっていた。給仕は2人の子女で、どちらも田舎でだろう。化粧をしていないのは当然だが、手足も真っ黒だし、赤しゃけた髪もボサボサ、動作も荒っぽいという、まるで野放しの子熊見たような小娘たちであった。年に一度か二度残ったが、脇の方の半台で職人風の中年の男二人が飲みながら話していた。ついこの間またやれやがった。ちっとばかりならいいが、敷布団から畳まで濡らしちゃってるんだ。富坊はまだ5つだったろう、と相手の男が聞いた。今年で6つだ、とこちらの男が言った。6つにもなるのにおねしょじゃ済まされねえ。この布団をしょわせて町内を三遍回ってこいと突き出してやった。俺にも覚えがある。嫌なもんだったぜ。みんなには見られるし、笑うやつもあるしな。富坊もさぞつらかったろう。どうだかな、とこちらの男が言った。町内を回ってこいと言ったのに、やろう、そのまんま神田まで行っちまった。相手の男は聞き違えたと思ったように、どこだって、と反問した。神田よ、神田の田町まで行っちまったんだ。だって、と相手の男が言った。おめえのうちは川向こうだろう。川向こうも川向こう、亀戸の先よ。へえ、そいつは驚きだな。驚きどころじゃねえや。俺が帳場から消えると、町内は迷子探しの大騒ぎよ。宇佐次郎はゆっくり酒をすすりながら、二人の会話を聞いて思わず微笑し、同時にすぐ向こうにいる男を視細に眺めていた。男の年は35、6、中肉中背の平凡な体つきだが、焦げ茶色の乾いた肌と、よく動く落ちくぼんだ目つき、そしてそこだけ際立っている赤い唇などが、何という理由もなく宇佐次郎の心を引きつけた。芋汁というのは、とろろ汁の中へ何か白身の魚と青いものが入っているらしく、男はその汁で酒を一本飲み、ついで酒と甘煮を注文した。他町の地震盤で
張り紙を出しているのを常年の人が見っけてくれたのはその明くる日のことさ。借りたのは親の方ってわけか。見事にしっぺ返しを食らったようなもんさ。ふさじろうはまた微笑し、けれどもすぐに眉をしかめた。その子は町内の人たち総出で探し出された。俺のうちはどうだろう。父や母や兄や姉たちは俺を探しているだろうか。いや、そうじゃあるまい。おそらく厄介払いをしたとほっとしていることだろうと彼は思った。おい、おちょぼと前にいる男が小女を呼んだ。そこにいるおちょぼ、聞こえないのか。指を刺された小女はむっとしたように頬を膨らせてこっちへ来ながら、自分の名はおつゆで、おちょぼなんていうへんてこなものではないと抗議した。おつゆだってと男はよく動く目でじっと小女を見つめながら歯を見せて声を出さずに笑った。悪かったな、ずいぶん丈夫そうなおつゆさんだ。お通じはきちんとあるかい。ふさじろうは危なく吹き出しそうになった。わかんねえこと言うお客だよこの人と、その小女は言った。要はなんだね。酒と刺身だと男は言った。刺身はマグロの中トロだよ。おかしな注文をするなとふさじろうは思った。アジの塩焼きの次に芋汁、そして甘煮の後で刺身とは、順序が逆のようじゃないか。人によって好みはあるが、四番目に刺身というのは珍しい。そんなことを知らない男とは見えないし、とすればことによると何かあるなと、ふさじろうは直感した。その直感は外れなかった。脇の半台で飲んでいた二人が、勘定を払って出て行くとすぐ、刺身を二三切れ食べた前の男が、大きな声で小女を呼んだ。そこのおちょぼと男は言った。ちょっと、板前を呼んでくれ。私の名は、おつまって言うです。と、その小女は言った。何の用ですか？板前を呼んでこいと言ってるんだ。旦那は忙しくって、今手が離せねえです。用は何ですか？旦那なんて誰が言った？板前だよ、板前。と男は言った。この刺身を作った板前を呼べと言ってるんだ。それが旦那です。うちじゃ、焼くのも煮るのも刺身を作るのもみんな旦那さんがやるです。何の用ですか？その旦那を呼べっていう用さ。おっと。男は片手を上げた。忙しくって手が離せねえとは言わせねえぞ。役は俺とこちらの二人っきりだからな。わかったか？小さな店だから男の声は板場へ筒抜けである。女が行くまでもなく、肩助けをした四重絡みの男がこっちへ出てきた。山本周五郎作ヘチマの木、その第一回第一章途中まで、2021年6月2日。